ドイツ国防軍の軍事パレード軍国主義、または軍事主義とは外交の手段として戦争を重視し、政治、経済、教育、文化などのあらゆる活動は軍事力強化のために行わなければならないとする国家体制や思想を言う。軍国主義の国家においては、軍が国家の中心となるため、軍人は国民から尊敬を集めるようになる。また、 社会全体が軍事的に編成され、社会の隅々に軍隊的な考え方が浸透し、国家全体がまるで平英のようになる。よって、軍国主義の国家は平英国家とも呼ばれる。軍国主義は、遡れば古代から存在し、例えば古代ギリシアでは、スパルダ、中世のカロリング朝など様々な例があるが、世界的に流行し、 その害悪がひどいものだと自由主義者などから批判されるようになったのは19世紀半ば以降であるとみられる。19世紀半ばに社会主義者や共和主義者がフランスのナポレオン三世紀の第二帝政を批判する言葉として使ったのが最初の使用例とみられている。帝国主義という言葉もこの時期に使用されるようになったとみられる。国際的次元では 平和を脅かした国家という他国批判の材料となってきた言葉である。第一次世界大戦中及びその戦後はドイツが軍国主義と批判されてベルサイユ体制下で連合国を中心とする国際社会から戦争責任を追求され、同様に第二次世界大戦後には通軸国であったドイツと日本が軍国主義と批判されて連合国を中心とする国際社会から 戦争責任を追求されてきた。しかしながら、学術用語としての利用可能性を探り、歴史学の分析枠組みとして使用している研究も、ある。1973年、時の内閣官房副長官、大村常時は、軍国主義思想とは、一国の政治、経済、法律、教育などの組織を戦争のために準備し、戦争をもって、国会力の発言と考え、 そのため、政治、経済、外交、文化などの面を軍事に従属させる思想を言うと定義づけた。なお、1973年の段階では、日本の首相や国務大臣は、軍国主義者であってはならないと、一応は認識されていた。ありがとうございます。